本人の前で本人の曲全力で弾いてみた。おはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。どうもポルテです。来ましたよ。いや、はじめまして。いやいや、ありがとうございます。いや、今日はさ、お初にお目にかかれる。そうなんですよ、本当にはじめましてということで。いや、嬉しいです。ありがとうございます。だからちょっとわかりました。聞いてよ。熱情を引きます。僕フォルテ。おはようございます。フォルテです。シャキーン。本日はドッキリです。本日のドッキリのターゲットはまさかの超有名ピアニスト、清塚さんです。清塚さんはテレビとかでたくさん出てて、コンサートもたくさんしてて、まあ皆さん知ってますよね。ベイビーとかの曲を弾いてる方なんですけども、まあ超有名な方です。その方に、初対面で、ドッキリをします。清塚信也さんが、岡山にコンサートがあって来るんですけども、まぁ、ちょっとね、ネットの方で繋がってまして、で、まぁ、会いましょうっていう感じになりまして、リハーサルの様子を見学させてもらう形となってます。清塚さんが、ちょっとなんか、フォルテ君ちょっとピアノ聴かせてよみたいな感じで、ちょっと一言言ってたので、まぁ、なんか熱情とかどうすかみたいな感じの話をしてたんですよ。で、そしたら、ああ、それいいね、やってやって、最後の方聞きたいとか言ってくれてたので、だったら、こっそり、ベイビーを練習して、清塚さんが作った曲なのでね、本人の前で本人の曲全力で弾いてみた。やりたいなと思います。大成功のドッキリができたらいいな。僕めちゃくちゃ今緊張してまして、心臓バクンバクンですので、もしかしたらね、手がプル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 震えちゃうかもしれないんですけども、まあ大先輩なピアニストに初対面でいきなりドッキリと、やっていきます。それではレッツムキムキ。今到着したんですが、まだ清塚さんは来てないそうです。ちょっとね緊張してますがやっていきたいなと思います。シャキーンというわけで、はい、今ねあともう少しで着くっていう噂をちょっと関係者の方から聞いて、今ちょっとね心臓がバクバクしてて手もピカピカ冷えてて、ちょっとどうしましょうという感じなんですけども、大丈夫かな。よしよし、ギリギリいけるでしょう。信じて、ちょっとね、もう少しね待ちたいなと思います。やべえな。あ、おはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。どうもポルテです。来ましたよ。いや、はじめまして。いやいや、ありがとうございます。いや、今日はさ、はい、お初にお目にかかれる。そうなんですよ、本当に初めましてということで、ね、いや嬉しいです。どうもありがとうございます。いや僕めっちゃ今緊張してて、今何喋ったか全部忘れたんですけどすいません。緊張するタイプだ、はい、もうめっちゃ緊張しちゃうんですけど、本番はなんかどうにか乗り越えちゃうんですけども、やっぱ尊敬してる方と会うとちょっと今こうなってますよね。わざとらしいな。お願いします。あ、いや、まあ座ってください。あ、いや僕が今日はさ初めてお会いできるというのですごい嬉しくて。いやいや、こちらこそありがとうございます、わざわざすいませんね、お呼び立てしちゃって。いや全然です。こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございます。今やもう大人気。いやいやいや先輩大人気じゃないですか。いやいや、もうこれからです。いやでもさ、こうやってフォルテ君みたいに、ピアノが面白いっていうことを伝えていくっていうのがすごく今大事なんですよ。いやありがとうございます。というのは、私たちの子供の時代はやっぱ先生たちがとにかくピアノっていうのは厳しいっていうのを伝えるっていうことに全力を注いでたから。全力注いでたんですよ。それで、才能があったのに怖いからやめるって人いっぱいいたの、それはねものすごい残念なのね。いくら才能があってもやめちゃったらさ、そうですよね、才能あるですよね。そうだから、その反動で今は楽しいっていうことを教える方がよかったねみたいな。モンスターズインク見た？あれ見たもんだから悲鳴より笑い声の方がエネルギー強かったみたいなそういうもんだから、はい、そういう意味でフォルテ君の存在っていうのはすっごい子供たちとか才能を救っていると思う。やっぱそうですよね。急にすげえいいコンビじゃないですね。来ますか。本当はね、握手でも何でもしたいんだけど、いやそうなんですよね、ハグとかしたいですもんね。今日はね、やっぱり我々はもう時代を代表しているから。そうですね、ソーシャルディスタンスを。そうだね、やっぱりマッチョだね。いや、ありがとうございますマッチョ。いや自然に出てしまいましたね。自然に出た。その割にマッチョがデクレッシェンですよ。いやそうなんですよ、ポコになっちゃってね、どうしましょうっていう。恥ずかしが。いや今日はさ、お会いできて嬉しいから。でほらピアノアパショナータ、はい、ネット上ですね、はい、リリースされた。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。この大好きな曲、ありがとうございます。で合うよね、またね、はいね、このベートーベンの250周年にギリギリ間に合わせました。だからちょっとわかりました。聞いてよ、ネット上弾きますめちゃくちゃ緊張してすいません。いやなんか俺感動した。いやいやすいません、ちょっと女の僕のアンコールをちょっとやってもいいですか。えアンコールってこっちから言うもんだけど、感想言わせてよ感想。いや感想、いやすごい素敵だった。ありがとうございます。なんかやっぱりさフォルテ君って面白いけど、はい、あれだね、純粋だね。あそうなんですよ、めっちゃすぐまっすぐまっすぐなんですよ。いやそれが音に出てるって素敵よ。ありがとうございます。やっぱりいやちょっとねすいません緊張しました。でアンコール、清塚さん、こんにちは。清さん、こんにちは。え、アンコールは何をしてくれるんですか。僕はピアニストなんで、最後にちょっと歌うんですよ。あ、見てるよ。ありがとうございます。見てて、あえてすかした。いや、なんか多分すごい感動してるんだろうなと思って。うるせえな。ありがとうございます。押し付けんじゃねえ。ありがとうございます。いや今日清塚さん頑張ってください。頑張るよ。これからコンサートだから。これからコンサートなんですよ。本当にありがとうございます。いやでもコロナがさ収まってね、ディスタンスとかそういうの良くなればさ、また一緒に。そうですね。ゼロ距離で行きたいですね。ね。うん。お願いします。じゃあ俺からもなんか。あお願いします。フォルテ君の生まれてきた赤ちゃんにあげた即興でございますので。ありがとうございます。じゃあ今日は本当ありがとう。頑張ってください。今後もぜひお願いいたします。友人としてお願いいたします。ぜひお願いいたします。じゃあねみんな。マッチョ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 